新潟ヤスリは、広島県呉市新潟で生産されているヤスリ。2010年現在、生産量で国内シェア95%。特に、新潟湾沿いの埋め立て地通商ヤスリ工業団地に、製造会社が50社ほど存在している。通常のヤスリのほか、時代のニーズに合わせて、ダイヤモンドヤスリや、精密ヤスリ、爪ヤスリなど幅広く対応している。ただし、 職人の高齢化が進んでおり、後継者問題を抱えていることも事実である。社名や社長に、壺が入っている会社が多いが、これは、味噌から来ている。これは焼き入れする際に使う味噌を使う壺から、あるいは新潟ヤスリのルーツにあたる大阪にいた、職人、坪井豊次郎の商標、壺とを真似たもの、と言われている。かつては、各社それぞれが、秘伝レシピを持ち自作していた。 現在ではほぼ公開されており、食用の味噌に食塩、硝酸カリウムを加え水で伸ばしたものをハケでヤスリに塗って焼き入れしている。新潟新潟暮れ広島1945年米軍が作成した地図。右下が新潟。中央やや下が公海軍交渉。新潟は三方を山に囲まれ南側のみ、瀬戸内海に面した町である。 町の中央を流れる西木川によって形成された三角州の上にできた町であり、沿岸は新潟港がある港町でもある。江戸時代初期に塩田が形成され、肥沃な三角州であったことから農業も盛んで、その頃から比較的栄えたところであった。新潟にヤスリー製法が伝播したのは江戸時代末期とされる。1817年広島藩は品法を設け、 特産品の開発、両替販売を積極的に推し進めていた中でのことだった。伝承については、諸説あるものの、共通するのは、ルーツは大阪にあるということである。新潟にヤスリ製造が定着した理由としては、農業が盛んであったことから、農炭屋が定住しており技術導入が容易であったこと、農民にとっては、農管機に、 下請け的賃仕事として雇われたことからちょうどいい副業となった。そこから小規模家内工業として発展していった。出雲から安木工を仕入れるルートを確立していた。南西にある白竹山で石灰岩が採れたこと。製作過程での焼き入れの際、冷却水には石灰を混ぜて入れていたため必要だった。当時安リ製作は手作業で、 刀鍛冶と同じく玉鋼を伸ばして、ヤスリ形状にし、一つ一つ手切りで、めりつしていた。一人一日で、目立てできる量は20から30本程度だったという。なお同じ江戸末期に、新潟では、酒と醤油の製造が始まり、ヤスリと合わせた三つが、新潟の特産品となった。新潟の東側にある川尻の川尻室も同じ頃に、始まっている。 1889年クレチンジフ、1903年、明治36年クレ海軍交渉が開設され、大日本帝国海軍の一大拠点として発展した。クレ交渉、航海軍交渉での艦船、飛行機の開発製造が進むとともに、ヤスリの需要は高まっていった。交渉からの要求に対応するため全国からヤスリ職人が新潟に集められたという、 明治20年代には小規模家内工業から企業化が進んでいる。明治40年代以降、機械化が進み生産形態が大きく変わることになる。1910年に国内初となるメリッツの機械化に成功。1917年2月に電気が通り手動から電動へ移行、対象末期に原材料の単造に圧縁動力導入、と随時更新していった。 圧縁工場は、梶山友平が初めて建てたという。一人一日で、目立てできる量は200本に達した。新潟が生産量で日本一になったのはこの機械開交のことである。当時は、新潟、東京、大阪などが主要産地であった。ハンド拡大は、新潟港から船で運搬できたという点でも大きく、1914年頃には、西日本の主要地の他に、 朝鮮、台湾にまで出荷していた。その後も製造の近代化が進んだことから生産量は増え、1935年には生産量国内シェア50%を超えた。太平洋戦争中の生産状況は不明。対戦末期のクレを狙ったクレ軍港空襲では被害は小さかった。一方で当時国内の主要産地である新潟や東京などでは、 空襲被害以降衰退していくことになる。戦後、新潟のヤスリは常に生産量国内シェア80%以上あった。その後も技術革新が進み、高品質大量生産ができるようになり、これに高度経済成長に入ると成長を極め、国内シェア85%、海外80数国にまで輸出していた。同じ頃、 当時町内に点在していた工場では隣接する民家から公害、つまり騒音や排水問題が叫ばれるようになった。そこで1972年1980年の2度に渡り町内のヤスリ工場が新潟アン立て地へ移転しヤスリ工業団地を形成するようになった。一方で幾度かの不況を機に工具や金物などの仕入れ商品、 トイシやダイヤモンド工業といった関連商品の開発製造を進めている。さらに1996年頃から中国からの量産品の流入によって特に流通している中目ヤスリは採算が取れなくなった。また、需要構造の変化、特に工業機械の製造精密化によって機械部品のバリ取りの必要がなくなったことから需要が減っている。 現在ヤスリと関連製品で売上高半々ぐらいであるという。またメイドインジャパンのブランド化から海外需要もあり、中国、東南アジアアメリカなどに輸出している。ありがとうございます。